イタッチなんで、プロっぽくない素人っぽい、簡単なアレンジです。で今日ファイナルコームだけでアレンジするんですが、まあ、このファイナルコームが4種類あります。でこの4種類の中でこの801っていうのがちょっと鋭利なやつでベテラン向きで、で802っていうのが一般のサイズなんですごく使いやすくて、でこれが女性用とかヘアメイクさんが持つ804で小さいやつですね。でこれが一番でかい804番、これ海外ですごくパリコレのスタイリストさんとかよく使ってくれてるやつですね。でこの804はすごく取り回しがでかくてやりやすいし、803は小さいんで持ち歩きによく、802はノーマルですね、初心者向け。でこれちょっと上級者向けなんですけど、801って先っちょがホエバが少ないタイプ、この4つあるんですが、すべてどのファイナルコームにもここにフリクションというのがついてます。これは本とかいろいろです YouTube で説明してますけど、このフリクションがあるおかげでかなり大ベテランの人より綺麗なバックコームが立てれます。で今日はもう本当に素人っぽいプロっぽくない頭ちょっとファイナルコームやってみます。まあこのファイナルコームのフリクションを使ってですね、最初にこのフリクションで横ずらしします。これバックコームを立ててるわけではないんです。いわゆるスモールバックコームってやつなんですけど、この横ずらしした摩擦でできるこれにただ単に後からこうやって乗っけてきます。ただしかなりベテランの人が飛ぶより作るよりももっと繊細にこのショートバックコームがあると、でこの時はしゃくってません、ただ単に横に力を滑らしてるだけで、この後階段積むのがいわゆるバックコームというところになりますね。で同じくしゃくってません、だから逆に言い方変えると一般の方が綺麗にバックコームを立てれるツールということになりますね。そしてこういうふうに立てるバックコームと違って、こういうふうに中だけこのフリクションってこのイボイボをすると外に出なくて中だけつなぎができると、こういう感じになります。で同様に全体をこのファイナルコーム801のフリクションでこすります。でこすってバックコームにしたい時だけ階段で積み立てますね。こういう感じですね、しゃくってません、いわゆる横ずらしでちょっと力を下に入れてる感じですね。でこれは他のコームでやってもなりません、このファイナルコームシリーズだけについてるフリクションというこの背のイボイボでこうなるだけです。でこういう感じで横ずらししてスモールバックコームを作って階段に積むと下がるんですね。まあこれを全体に全部立てます。バックコームを全部立てたところですね。で801で立て終わった後に PP451451 の重毛で撫でつけます。バックコームは本当に誰が考えたのか知らないですけど、髪がこんなにブワンとしたボリュームになったりするということではすごくアレンジとしては面白い方法だと思うんですね。ただ単にボブでブローしたらペシャンコの髪でもバックコームするとこんなビッグな髪になっちゃうんですね。で今こうやって表面をある程度撫でつけて
こんな感じ、こんな感じ、こんなにビッグになるんですね。そしてオーザッパに、なで付けした後をオーザッパに縮めます。最近はもう長い髪、デジタルパーマ風以外はもうほとんどの方がボブなんで、長さの大小はあれ、ボブで可愛いアレンジの幅が決まってきてしまうのと、前髪の短いこうパツンって切ったボブスタイルをよく、やってる方があるんですけど、もう本当にものすごく大昔の、昭和の初めぐらいの小さい子供はみんな前髪パッツンのおかっぱなんですね。まあ、おかっぱってその辺から来てるんだと思うんですけど、そのぐらいどぶり頭なんですね、ボブスタイル自体が。とはいえアジアの人種はやっぱりボブが一番似合うんで多いんですけど、前髪短い普通のぶつ切りは基本はもう古い頭だと思ってるので、ちょっとこういうキッチンの頭の方が面白いかなと思います。これで全部くるんだんで、これでちょっと今、はい、今ファイナルコームの801でスモールとバックコームを立てて、I字ブラシでなでつけてこんな感じになるんですね。で、まあ、こうやって歩いてる人はあまり見ないかもしれないんだけど、いわゆるボブの見習い系というか、でちょっと遊びがあった方がいいから、その眼鏡ちょっとしてみてください。そうですね。で、これちょっと後ろも見せてみます。こういう風になってます。こういうボブは昔にはないんですけど、今の前髪パッツンの昭和初期のボブはいっぱいいますよ、ね。まあ、たまにこんな人がいてもいいかなと思ってたりして。そうですね。じゃあこれで。